この時期に山で採れる食材が貴重だと何度言ったら分かるんだ。私は帝や戸隠し重貞にももう復讐などしようとは思わぬ。覚えておらんか、血まみれでボロボロで汚れる爪の氷を。あなたは待て、俺の生きる道を決めるには十分だったんだ。いい顔だ。どうしました若様、拷問も食べられるガキに負けるようでは。ここまで芝居を打った意味だ。何十年も先かもしれない、夢なのかもしれないが、鬼と人が桜の中で花見をして笑うておる。そんな世界が見たいと。花見ね。亡き母クレハと父である帝が夢見た理想の世界は。